マイケル・ジャクソン10の偉業。マイケル・ジャクソンは、その才能、音楽、ダンス、および彼が残したレガシーによって、世界中の人に愛され続けてきました。ここでは、彼が達成した10の偉業を紹介します。1、スリラーアルバムの発売。スリラーは、1982年に発売され、世界中で最も売れたアルバムとなりました。これまでに1億2000万枚以上を売り上げ、グラミー賞を8度受賞しています。2、ビルボードミュージックアワードでの受賞。ビルボードミュージックアワードでは、マイケル・ジャクソンは、1984年に8つの賞を受賞し、その後もたびたび受賞しています。3、サンシャイン・オブ・マイ・ライフの発表。この曲は、1977年に発表されました。この曲は完璧なラブソングとして私たちに残っています。4、グラミー賞の受賞。マイケル・ジャクソンは、全世界で最も権威のある音楽賞であるグラミー賞を受賞しました。彼は、20の賞を受賞しています。ゴッド・バッド・トゥールの開催。マイケル・ジャクソンのバツアーは、1987年から1989年にかけて行われ、史上最も成功したツアーの一つとなりました。6、We Are the World の制作。マイケル・ジャクソンは、1985年にリリースされたウェアレスワールで、アフリカの飢餓救済のために5000万ドルを調達しました。7、スリラーミュージックビデオの8、ロックの殿堂入り。マイケル・ジャクソンは、2001年にロックの殿堂入りを果たしました。彼は、多くの人にとって影響力のある音楽家として、この栄誉を受けるに値する存在でした。9、世界記録の保持。マイケル・ジャクソンは、その成功において数多くの世界記録を保持しています。彼は、最も売れたアルバム、最多のグラミー賞、受賞者、最も成功したミュージックビデオ制作者などのレコードを持っています。10、キング・オブ・ポップとして認定。マイケル・ジャクソンは、多くの人にとってキング・オブ・ポップとして認定されています。彼の永久に残る音楽、ダンス、そしてそのレガシーは、世界中で愛され続けています。